バンド活動やっております。今から1曲目なんですけど、7曲ぐらい1時間ぐらいやるんで、よかったら1曲でも聴いてってくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。よし、では行こうか。まずは1曲目、私たちのオリジナル曲です。よかったら聴いてってください。こんがらがってぶつかっちゃった高い壁は、私を見避けて笑ってやんのは、泣きたくなって後ろを振り返る、Just a moment という曲でした。ありがとう。改めまして、今1曲目やったんですよ。 Just a moment という曲でした。お兄さん方大阪の人ですか？大阪。あ、ほんならまだ聞けんなまだいけんな全然。あと今日1時間ぐらいのライブを予定してるんで、お兄さんたちは大阪の人ですか？あ、違う、あ、海外。 Oh, where are you from? オーストリア。カムサハムニダありがとうございます。いや、今からね、今1曲始まったばっかりなんでね、よかったら引き続き聴いてってくれたら嬉しいです。ということで2曲目丸の内さんです。じゃあ2曲目は多分みんな知ってる人も多いと思うんですけど、椎名林檎さんの丸の内サディスティックを私たちミニミッケがちょっとね、ミニミケ風にアレンジして今からやるんで、もうやね、聞いてってくれたら嬉しいです。みんな寒くないですか？大丈夫ですか？よかったらチラシもあるんで、後で配りに行くんで、ちょっと1時間ぐらい聞いてってくれたら嬉しいです。ほんならば行こうか。
ち止まってくれてる人ちょっとチラシ配りに行くんで、ちょっとだけ待っとってもらっていいですか。すいません失礼します。あと4曲ぐらいで終わるんで、よかったら聴いてってくれたら嬉しいです。
てか後でチラシ配りに行くからちょっと待っとってもらったら嬉しい。ほんまにありがとう、ありがとう。大阪の人ですか？大阪の人？ほんならもうちょっとだけ見ててください。ありがとう。次は私たちのオリジナル曲の Can't Stop the Feeling という曲をやりたいと思います。オリジナルなんでね、よかったらちょっとでも覚えてくれたら嬉しいです。チラシ配りに行くから聞いといてな。ありがとう、ほんまに。行くか。
止まってくれた人ありがとう。あと2曲ぐらい、あと2曲ぐらいで終わるから、ありがとう。最後まで聞いててくれたら嬉しいです。そんなチラシいきますね。
てくれてる人すいません、もうちょっとだけ前に寄ってくれたら嬉しいです。ありがとうございます。鶴尾のね、ありがとうございます。本当にあと2曲ぐらいか、3曲やった、ごめん、3曲嘘ついた、取れちゃうか、ありがとうございます。あと3曲で終わります。あの見てくださる方ありがたいんですけど、もうちょっとだけ前で見てくれたら嬉しいです。ありがとう。あと3曲で終わるんで、もしよろしければ最後まで聴いてくれたら嬉しいです。
改めましてミニミキです。見てくださってる方、もうちょっとだけ前で見てくれたら嬉しいです。通路なのでもうちょっとだけ前で見てくれたら嬉しいです。あと2曲でね終わるんで、ちょっと最後まで聞いててくれたら私たちめっちゃ嬉しくて、あと最後まで残ってくれたらチラシもね配りに行くんで、よかったら聞いててくれたら嬉しいです。それではあと2曲、残り2曲です。アリシア・キーズの If I Ain't Got You を歌いたいと思うんです。やりたいと思います。よかったら聞いて。あと1曲終わったらチラシも配りに行きたいから最後まで聞いててほしいです。ありがとう。最後の1曲は私たちのオリジナル曲で、家風という曲なんですけど、家から吹いてくる風っていう意味で、ほんまめっちゃ疲れてんねんけど、なんか今日はなんか家帰るの、すぐ家帰るのちゃうなみたいな日とかなんかありません？ありません？なんかちょっと散歩して帰ろうかなみたいな、そういうね心情をね、あ、曲にしたいなじゃないけど、あ、エモくチルく書けるんじゃないかって思って作った曲で、そう、それを最後聴いていただいて今日は終わろうと思います。聴いてくださってありがとうございました。改めましてミニミッキーでした。どうもありがとう。それでは聴いてください、家風。I'm not the only one.
宣伝しとこっか。6月の6日の、あれは何曜日や、6月6日です、66ですの日に、火曜日に梅田の、ズィーラっていう、ちょっとこっちからあっちの方に行ったところにあのベースオントップっていうスタジオがあるんですけれども、そこの横にあるライブハウス、梅田ズィーラっていうところでライブがあります。ミニミッケ30分ぐらいやると思います。ぜひね、今日良かったなと思ってくれた方、ぜひ足を運んでいただけたらと思います。SNS 皆さんフォローしていただけましたか？そちらの方にですね、あの DM でライブ行きたいですって言ってくれたら、お取り置き、チケットお取り置きしますので、ぜひご連絡ください。お待ちしております。ありがとうございます。ありがとうございます。ミニミッケのね、インスタの DM でもツイッターの DM でも、もう TikTok でも何でもいいから、ライブ行きたいなって思ってくれたら、ライブ行きたいですって言ってくれたらお取り置きしますんで、ぜひ新曲もね準備中なので、ぜひ来てくれたら嬉しいです。こんなに集まってくださったので、今からチラシだけ配って